い、皆さんこんにちは、はやぶさ清志郎です。今回紹介する、作品は視聴者様からの情報で、田村正和様忠臣蔵になります。題名は大忠臣蔵。全52回に、渡り昭和46年から現在のテレビ朝日系列他で放送されたテレビドラマになります。三船敏郎さんがテレビ初主演作品ということだそうですね。今回は、エモ七役の田村正和様の部分 のみ寄り抜きカット編集動画を作ってみました。追悼田村正和様大忠臣蔵エモ七編ということで、興味のある方はご覧ください。それでは。穏やかな良い海だ。本当ですね。嵐の海から考えられないように。そうか、これなんですね父上。ん？武士というものがね、それとも武士の道、指導と言いましょうか。それはこの海のようでなくてはいけないんだ。平和の時はこのように静かで、一旦断る時は嵐の海のように激しく荒れ狂わなければならな。そうだろ、エム七。エム七。そうでしょうか。違うというのか、お主は。そうすると今のような太平の妙には武士はただ穏やかにひっそりと生きればよいと言われるのですか。それが指導というものですか。ん、それは父上、父上はどうお考えになりますか。何を。指導というものです。指導などというものはない。え、武士がいる、それだけだ。誰からも確かに武士だと思われる男がな、その男の生き方が指導だ。手を止めることはない。どんどん進めてくれ。働き事故になりましたので、だいぶ儚い供養で。はい、皆も知っているだろうが、殿にはこの度ご直使ご教役を務められる。何かと物入りゆえまた無理を言うかもしらんが、頼むぞ。はいはいはい。持って帰るんだな。だって今日は20万もらおうと思って一生懸命取ったのに。いくら簡単にあってもダメだ。じゃあ10問いいな。はい、
ひふみだな。よいむなよふと。何を申す。男性、戦乱の世の中ならばあるいはそうかもしれません。しかしこの太平の世に武士なんてものは何になります。武士って一体何なんですか、父上。武士は武士だ。太平であろうと戦国であろうと、それがどうした。武士だから、侍の子だから、そう言われて随分いろんなことを辛抱させられてきました。私も水や生もです。貧しくても武士は武士、内職など武士のすることではない。そんなことを言って、父上、ミスト星があの小さい手を真っ赤にして貝を取り、貝を売っては暮らしの足しにしているんです。水屋から小馬鹿にされ、下げすまれ、それでもずっと耐えているんです。父上、それをご存知なんですか。それなのに父上も私も何一つ母親やミスたちを楽にするようなこともしないで、それは武士というものなんですか。それなら私は武士なんて嫌いだ。バカ野郎。難問。お前たちどうしたんだ、こんな夜遅く。だって兄上がどっかに行ってしまうんじゃないかと思ったわ。バカだな。ミスト星を置いてどこへ行くもんか。本当？本当。お呼びと伺いました。うん、昨夜な、お勝殿が来られた。手手ごといさかいをしたそうだな。わけを言え。母からお聞きになったと思います。自分の口からは言えんのか。武士というものが嫌になってきたんです。ではやめろ。嫌になってやめられるものだと思うならさっさとやめろ。やめて何ができましょう。浜国でも誰と言われるのですか。不破様のように。不破は武士だ。違います。浜子をしておられます。昨日この目でしかと。浜子をしていようと、不破和右衛門は武士だ。お前の父長介殿と同じく紛れもなく武士だ。父にはとんでもありません。あんな大した役もしない。お前の目は節穴だ。しかし父上、江戸表から入りきようとございます。江戸表で何か。いや、思ったより金がいるらしい。片岡が苦しそうに無心をしてきた。お城へ上がるぞ。はい。
折れた肋骨が肺に刺さっておりました。おそらく倒れる前に折れていたものかと。それで一応傷口の処置はいたしておきました。あとはもう医者の力ではどうにも。今夜中持ちこたえれば今夜は大丈夫かと。聞いていたのか。はい。エモ七、野党長介は誠の武士だ。どうだ、分かった。申し訳ございません、私が間違っておりました。長介が気がついたら言ってやれ。塩倉は助かった。これで殿の御教王役にも支障はない。みんなその方たちの働きのおかげだとな。私が絶対に死なざる。だから泣くな。武士の子なら泣くな。わしが隠居しようとするお前の姿が嫌だ。お前はそろばんを抱えて店屋に座って。父上、私は父上の子です。貧しくても侍の子です。そのような父上。その体だよ。ご城代、寄せ手を引き受けての合戦とあればこの体では。しかし腹を切るぐらいの力はまだまだ。待て、エモシ、お主はならん。まだ元服前、部屋住みの身だ。家で孝行するがよい。なぜでございますか。エモ七は
身分の低い者のせがれだからでございますか。そうではない。残された妹たちのことを考えろ。死ぬのはテテゴだけでよい。では松之丞様いかがでございます。お城代一人でたくさんだと言われてござんなさい。何とお答えになるか。松之丞様も私も同じ武士の子に相違ございません。お城代様に日夜叩き込まれてきた武士の心とは一体何でございました。忠義の一年に区別はないはず。どうか私にお願いにございます。こちら利禄なれども野党一族は武士でござる。何とぞお許しを。野党長助江茂七の一家は元禄14年6月大阪に移り、以後梅田の泉屋源兵衛の長屋に住んでいた。野党長助は辰野藩の浪人山口勝左衛門の寺子屋の手伝いをして生計を立てていた。三村さんを呼んでいきます。うん。三村次郎左衛門、七国二人扶持、台所役を務めていた。赤穂浪士の中で一番禄高の少なかった武士である。ごめん。あなた。ん。おう、もう出かける時刻か。今参りますぞ。ねえ、もう行くの？ん、見ろ見ろよ。新之助も出かけるの嫌だと言ってるか。よしよし、そうだろうそうだろう。三村の親バカにも呆れたものだ。ああ、平吉殿。いや、平吉殿、大丈夫ですか。余計な真似さらすなよ、ほっといてくれ。平吉殿。おお。平吉殿。大丈夫ですか。お父さん、しっかりしてえな。また地べたで寝よったな、もう。朝帰り言うたら定裁やけどな、地べたで寝とるんやって宿なしかないか。しっかりしてよ、お父さん。大きな絵も必要なんて大丈夫ですか。慣れてますよってに。青と大きに。しっかりした娘さんだな、おしん。母上が亡くなられたし、姉さんは新町同意らん。出てくもあれでおしんさんがしっかりするしかないでしょう。気の毒だな。わしら幸せな方だな、よもつき。はい。ああ、どうもどうも、お待たせ申した。父は寺子屋の手助け、手割は三村次郎左衛門が勤める小料理屋で皿洗いなどをしているようですが、意外に屈託なげにて家の中も大層明るいように向けられました。明るい。なるほどの。もともと二十国五人扶持では浪人暮らしもこたえぬか。貧乏人は強いの。いや、しかし暮らしに困っておりませんと、この企てちと難しいのではないか。困らせればよかろう。お、困らせればよいと申しておるのだ。城から人にぶつかっておいて黙って聞くやつがあるか。悪く言うやないか。いいよさん、ほんなら渡り流の挨拶させてもらえまいよか。どこの誰だか相手が分からずじまいで。
寺子屋の方も。どないしたい、虫さん。いや、おしんさんか。お父はお悪いんですか。父はあのまんまだ。あとは骨さえかくなれば。ただね、寺小屋の方を断られてしまってね、代わりを雇う。大変やね。前よりお給金で雇えないとあかんし、お父はんと二人分稼がんならんよって。まあ、なんとかなるだろう。え、もし三村さん。いや、どうだったね、そっちは。ダメでした。三村さんもです。うん、俺ほどの料理の腕をな、誰一人信用せんのだが、まさにマスだな。申し訳ございません、私のためにあの店を。心配するな、まあなんとかなるさ。二人とも同じこと言うてはるわ。そんなのんきなもんと違いますよ、暮らし言うもんは。ごめんやす。お父さんの塩梅かないですね。平吉殿、ありがとう。もうだいぶいいようです。そうでっか、そらよろしよしたな。ところでおしんから聞いとったんやが、あんたはん勤め打ち決まりました。それがまだなんです。やむを得ませんので、明日から日雇い妊婦でもしようかってついさっき湯村様と話していたところなんです。そんなアホな、れっきとしたお武官が日雇い妊婦だなんてもっと具のいい仕事があんねやな。月に2分になりますぜ、あんたやってみる気ありまへんか。そりゃどんな仕事でしょう、私にできますかどうか。簡単なもんですわ、宿屋の帳付けやさか。まああんまり上等な宿屋はおまへんけどな。平吉殿、すまん、お願いします。えもしさん。おはよう。おはようさん。えもしさん、うちのお父の家で宿屋行かはんの。ええ、ありがたいことです。今日行ったらね、三村さんにも口がないかどうか聞いてみようと思ってるんですよ。月に分もくれはるんやで。そうなんですよ、随分気前のいい宿屋ですね。良すぎるは気ぃつけんと。あ、お給金がええことはな、毒でもない仕事のことが多いんや。向こうさんかて伊達に銭払わんのと違います。先生がよう気ぃつけといかん言うてるんや。そんな考えすぎですよ、それは。せやったらええけど、ほんま気ぃつけてな。ちょっとでもお菓子をまたすぐ帰ってくるんやで。ええな。はいはい。えもしさんは貧乏してるくせにボンボンみたいなとこあるさかいな。うち心配でかなんわ。そうかな。でもおしんさん、どうしてそんなに心配してくれるんですか。知らん、嫌いやもん。大変ですね、いくらお堂を建立するためとはいえ。お堂、何のお堂よ。あなた方、お堂の建立資金を作るためにここのご主人に頼んでお酒の借を。あ、奥さん違うんですか。ふぐやな、あんた。ここはビクニヤドです。何ですか、ビクニヤドって。おじょろはんの代わりに
三国を抱く宿よ。そんなことも知らんのあんた。ちょっとあんた、どないしはった。お父ちゃんよ、そんなお酒買う銭あったな。アホ、わいかてそのぐらいの銭は持ってるわい。ごめん。どないした、勤めあかんかったんか。そうじゃないんだが、ちょっと具合の悪い宿。天吉さん、申し訳ないが、私、辞めさせてもらいますよ。具合の悪い宿って、どんな？つまりその、三国宿だ。何やって、お父ちゃん、エボシさん三国宿の長助に世話したんか。堪忍や、堪忍してやって、わいがってな、そないなことしてはなかったんやけど、おみつの病気に月に入れをかかるよね。病気が治らなんだら、おしんを代わりに起こせるだけあんねん。何やって、うちをお姉ちゃんの代わりに。お父ちゃん、しょうもない親やけど、こないな時ぐらい何とかしてやろうと思ってる時にこの話や。帳場を務めてくれる堅い人を世話してくれたら二両用立ててくれるって言うねや。えむひつお願い、これ取りな、返してって言うな。わかりました、しばらく我慢しましょう。やめるとしても平吉さんには迷惑はかけません。すまん、すまんな、ほんまに。あまり伺いすぎるのは困るぜ、一ち。いかになんでも我らは武士だからな。ご心配はいりまへん。そのお武家藩が一番多いとこですわ。まあ、話のために一度は見ておかんと、振るわいても大きな顔は出てしまへんで。しかしな。いいではないか、三平。一発の顔を立ててやれ。ああ。あんまりしつこく進めるんで、つい嫌な気がしただけです。よいよい。何があろうとわしはわしだ。地区まで眠らせてもらうぞ。どうさん、お連れしました。おお、そらご苦労さん。あ、エモシ殿、あんたすまんけどな、ちょっと奥へ行って古代と吉屋に声かけてんか。大事なお客さんやさかい。部屋案内しな。はい、よろしくおす。皆さん、こちらどうす。ここがわしの種になるというところか。ごく普通の宿のようだな。こしらえは変わりまへんが、おなごが違います。うちのおなごはみんな美国藩ですね。おう、本物やおまへんが、本物同様頭は丸めとるし。なるほど。では早速。一発ちと度が過ぎませんか。まあ、そのような固いこと言わんと。三平、何も言うな。昼日中からやら忙しいこっちゃ。お申し付け通り、小田湯殿と吉屋殿に伝えました。そらご苦労はん。今のお客様な、播州赤穂の浪人さんやそうやぜ。浪人言うても様々やな。ほんまに豪勢なこっちゃ。誰ですか、その人は。さあ、確か元は城代家老まで勤めた子か。池、そうや、池田久右衛門とかやったな。そんなはずはありません。おや、山下殿の知り合いか。ええ、でも絶対そんなことはありません。ひょっとしたら
名前を語っている偽物か。偽物、そらくなったな。偽物となるとお支払いの方もどうなるか、あんたちょっと見てくれまへんか。偽なら偽で手の内を回るさかいな。ちゃん、やっぱり偽物ですか。偽物です、偽物です。えらいえらい坊ちゃん。エモシちゃん、あんたすまんけどな、ちょっと証人になってくれへんか。座敷へ一緒に行ってはっきり言うたってやな。失礼します。ちょっとエモシちゃん、どこ行きなはる。エモ七じゃないか。松之丞さん、お前痩せたようだな。体大丈夫か。今日はゆっくりしていかれるんだろう。なエモ七、それよりご状態はご在宅です。いや、このところうちには帰ってこないんだ。江戸からおじ上が見えたせいもあるが。わかりました。ではどこへ行けばご状態にお目にかかれるんでしょう。多分伏見下府町の笹屋という揚げ屋だと思うが。何があったのだ山七、こんなに下級に父の会わなければならないよう。というのご状態のお覚悟の不動を聞きたいのです。今さら聞かなくても。いいえ、改めてはっきりとこの耳で聞きたいのです。私はこの目で見ました、お嬢代のご優等ぶりを。何？私が今いるところは美軍宿なんです。君とたった二葉の壁に縛られてそんなところに、そこにいらしたんです。ご嬢代は信じられませんでした。初めはご嬢代の名を語る偽物かと、そうであってくれたらどんなによかったか。私が貧乏してるからじゃありません。貧乏はみんなです。同じ長屋の三村様だってそれはひどい。その中でご城代だけがどうしてあのように湯水のように。わかりません、どうしても納得がいきません。同じだ、私と同じだ。同じでは、なぜ松之丞様お父上をお責めにならないのですか。たとえ父上といえども、ぜはぜ、ひはひ。殴られたんだ、そうしようとした。ご冗談にですか。いや、江戸のおじめんだ。そして父の宝刀の真意を聞かされた。宝刀の真意です。そうだ、私の話を聞いてくれ。あの時おじめが涙まで流された。でも七、私はその涙に騙されたのだ。そうは思われません。思われませんが、ご冗談になさいかな。ちょっと申し過ぎるのではないでしょうか。それと知らずにご城代に背く同志の者が、それではあまり。それも言ったんだ私は。そうしたら逆だと言われた。逆、つまり今まで通りではご公儀隠密軍の陰謀にかかって無理やり脱命させられる者が出る。そういう犠牲者を出さぬためにも父の言う通が必要だと。自然に離れていく同志が増えれば公儀も安心して我らを捨てておくだろうというのだが、どうかな。公儀を水の手で離反させられた同志なんて聞いたことがないしね。おじ上のこじつけ臭いと思うんだが。いや、こじつけではない。え、考えてみてみようです。
偶然すぎる。たかが長月一人雇いに二両もの金を、しかもそこへよりによってご城代。じゃあそのビクニアドは。そうです、彼らの狙いは私だったんだ。わざわざご城代の誘導の現場を私に見せ、腹を立てさせ、私はまんまとその策に。しかしそれまでのことをするだろうか。わかりません、確証がないんですから。でも掴んでみせます、私がきっと。その上で間違いがないと分かれば。失礼します。おい待て、エモ七、エモ七。いや、エモ七はもうやめはったんかと思ったわ。お給金をいただくまではやめられません。ご主人出かけはりました。新しい定付けの人探しに行ったと違うやんか。そうですか。お大夫殿、へっ、ここのご主人は前から宿屋をやってました。どうでしょうな。元は武士なんじゃありませんか。うちにはそないなこと。あ、そうや、そう言うとここのお客班、お侍派の方が多いようですな。それじゃ何の意味もないな。すんまへん、お役に立たんで。いや、役に立つなんて私は別に、ただの世間話です。そうですか。どうも失礼しました。そうや、月に一遍かにおなごだかんお侍班が来はるんどっせ。そら、きつい目したお侍班でな。それは、何という。お名前は知りません。けど一遍だけ、大仙寺の観音堂で見たことが。その時の様子では、ないや、そこに住んではるようでしたけど。そうですか。ありがとう。ご主人、その侍がここへ現れたらぜひ知らせてほしいのだが。大動揺を期待したはずの若者にしてはやることがちょっと妙だ。今朝までは確かにやらい勢いで山科の方へ出かけるところまでは突き止めてあるんですが、ひょっとすると大石のやつうまいこと言いくるめよったんかもしれませんな。それにしてもどうしてここを突き止めたの。古代予約か。あいつ MC におかぼれしとった境に。どちらにしてもあいつ一人ではないな。若者にできることではない。ミッションはおそらく大石だろうが。やりますか。当たり前だ。だがここではいかん。それに一人かどうかもわからんしな。十分に人数揃えておいで。あ、来ました。あの、少々お聞きするが、鋭い目をした侍が立ち寄ることはないでしょうか。さあ、知りまへんな。そうですか。エモ七です。ここにおります。七首、どこだ。エモ七、七首。あなた、ほら、エモ七ですよ。エモ七、残念だ。僕はせっかく
果たせそうな時になってるな。父上、もう少しです。頑張ってください。そうすればきっと私も恋しちゃう。残念だと思うのか。頑張るだけの力がない。それも私は安心している。お前が、お前がいる。わしの分まで頼むぞ家の父。必ず。お前なら大丈夫やれる。お前のような息子を持って幸せ者だ。貧乏暮らし。何をおっしゃいます。でも絵文字の子頼りにしたたった一人だ。頼む、好きにさせてみてくれ。いつも末に頼む。武士だ。それなら絵も七の武士を見事にな。分かっております。絵も七に迷惑はかけません。お心に私は天下一の家宝物かもしれない。エモヒチ、エモヒチ、人様に遅れを取るな。たまえて遅れ。でも七は必ず一番になるよ。よう言うた。これでもう全てでよい。父上、十阿弥の茶室に集まった関西在住の赤穂浪士の数は19人であった。この席上、大石蔵之助は城明け渡し以後初めて態度を明確にし、平上野介に対する仇討ちを決めた。世に言う丸山会議はこれである。赤穂、浅野家最高の望みの全く絶えた今、我らがなすべきことはただ一つ。当初より申し上げた通り、上野介殿の御首領頂戴つかまつり、もって公儀御政道に挑戦することである。はっきり言っておく、公儀への合戦とは言葉のあやではない、文字通りの意味だ。
大変以来一年猶予、合戦はすでに始まっておる。抗議はその威信にかけて、我々の企てを阻止せんものと様々な攻撃を加えてきておる。暴君の仇討ちとはいうものの、人数を集めて討ち入れば、武家諸法度に禁じられたことをともべからずの功に触れるものである。仇討ち本会の暁には我らはことごとく死罪、親子兄弟はもちろん親族にまで罪は及ぶである。それを覚悟でこの合戦に参加してもらいたい。人間ご自分下天のうちに黒ずれば夢幻のごとくなりん。外はどうやら収まったようだな。ご招待。申すな。おおよそのことは分かっておる。あ、それにしても驚きました。こうも厳しく見張られているとは。その通り。したがって我々も抗議の裏を書いて目的を遂げるほかない。それには今すぐ動き出すことはできる。一同は少しずつ江戸に移るのだ。わしは遅くとも10月までにはここを離れる。その間2ヶ月、支度だけでもどうしてもそのぐらいはかかるだろう。支度と申されますと？握り拳で合戦ができると思うか。武器がいる。それに打ち壊しの道具もな。なるほど。飯を食わなくちゃ戦には勝てん。それと同じだ。各人の身辺の整理もあろう。妻子のある者はその行く末も思案せねばならない。2ヶ月、短いぞこれは。では今日はこれまで。途中怪しまれるよう2、3人ずつ区になってここを出ることだ。それぞれ間を置いてな。エモシチ。はっ。お主にはちと話がある。残れ。はい。エモシチ、テテゴの最後の様は三村から聞いた。お主は大阪に残れ。何と言われました？大阪に残れと申したのだ。母子や幼い妹、それに母子はあまりお丈夫な方ではない。女で一つで妹子たちを育てるのは無理だ。とてもできることではない。それを捨てて一党に加わるのは武士として、いや人間としてなすべきではない。わしはそう思うが。ご城代は私に不義士になれと仰せられるのですか？母子や妹子を捨てることこそ不義士だぞ。エモシチ、父の遺言のこと三村様からお聞きではないのですか？ご城代、父は最後まで私に、父の代理として仇討ちに。間違ってはいかん。人倫の道に外れては大事はならん。長介殿にはあの世でこの蔵之助がしっかりお詫びを言うてやる。ではどうあっても母子や妹子のために一生を捧げる。これも男子の道だ。華々しさこそないが、それだけに難しいと言えよう。その男子の道、お主なら立派に貫けるはずだ。分かりました。
何をする気だ。腹を切ります。お情けあらばご解釈を願います。バカなことを。わしの言ったことは分からぬ。分かっております。ごもっともな仰せと存じます。しかしご城代、ご城代は私の家が今のように貧しくなく、私がおらずとも母も妹たちも助けの道にこぼらんとしたら同じことを申されますか。おそらくおっしゃりはしないでしょう。とすればこの江茂七、貧困のために同志から外されたということになります。待て江茂七。貧困は恥ずべきではない。貧しくても武士は武士、私はそう教えられてきました。しかし貧しさのために武士の一部が立てられると思って、もはや江茂七の生きるようはござりません。分かった江茂七、わしの負けだ。わしと一緒に死んばよい。元禄15年うるう8月、今日大阪にいた赤穂浪士たちは10月までに江戸集合のことという大石蔵之助の命を守り、この頃から身辺の整理を終え、次第に江戸に向かいつつあった。野党江茂七もまたその一人である。何がおかしい。いや、何がおかしいってあんた、これで3両は無茶ですせ。一両にもなりませんな。しかしこれは雇う家家10代の、それはお宅にとっては大事な品物でも他人にとってはな。まあ勉強して三部っちゅうところでしちゃおうかな。そんな、それでは困る。私はどうしても3両いるんです。どうしても。そりゃ無茶言うもんや。わしらあんたの都合のように銭出しとったらたちまち信頼限りや。わてらも商売ですよってんな。こんなもう感じとくな。あれは私は赤穂浪に野党江茂七というものです。実は最近父を亡くしまして、やむなく母と妹二人を奥州白川の祖父のところへ預けに行くところなんです。その旅費が3両、どう切り詰めても3両かかるんです。頼む、なんとか頼む。いやもうこらへんとこだね。祖父は奥州白川松平大和の神様の家来、中野弥平と言います。そこへ行けば10両や20両を貸してもらえるんです。お願いします。一月以内には必ず帰ってきて受け出すゆえ、なんとか3両。それにしても奥州白川は遠すぎまんな。本当の約束破ったから言うておいそれと取り立てに行くわけにいかしまへんがな。家重大の鎧です。必ず受け出しに帰ってきます。ご主人、この通りです。どうでした？瀕死は整いましたか？まあよかった。よくあの鎧でこんなに貸してくれましたね。どうしたんです江茂七、何かあったのですか？母上、私は恥ずかしいことをしました。え？武士にあるまじき恥ずかしいこと。その金子偽って手に入れたんです。二度と再びこの土地へ帰ってくるはずもないのに、
必ず帰って受け出すからと質屋の主を騙して、その信用で借り受けた金子なんです。宿の決中大の鎧に三両はおろか一両にもならないご時世です。背に腹は変えられないとはいうものの、なんとも恥ずかしい身内として許すべからざる。いつか兄上、松之丞様がいらっしゃいました。ああ、江七、迎えに来て。迎え？ご城代が何？あ、お主を呼んでこいって言われてね。何、手紙でもよかったんだが、来たかったもんだが。何か差し迫ったご用ですか？あ、そうらしいぞ。心配するな、いい話だよきっと。本当に何のご用ですか？教えてください。いや、ダメダメ、父に叱られるからな。大丈夫、本当に悪い話じゃないんだよ。変なことをお願いして。何でもない。松之丞の烏帽子親をさしていただくとは身に余るお役目でござる。いや、なりばかり大きいがまだまだ未熟者。元服しただけの働きをしてくれればよいが。いよいよ元服か。元、私がですか？そうだ、長介殿も亡くなられたことだ。これからはそなたが野党家の当主長介を名乗って大事に参加した方がよかろうと思ってな。松之丞も元服することゆえそなたも一緒にな。烏帽子親は十内殿が務めてくださる。よかったな、烏帽子。これで長介殿も草葉の陰でさぞ安堵されることだろう。ご城代、せっかくのご法上ですが、元服の儀は辞退させていただきます。どうしてだ。でも七、お主は私が訳を言わなかったのを根に持っているのか。あれは本当に父の口だ。いや、そんなことじゃないんです。ご状態、介殿の戒名だな。はい、殿のご無念を晴らしたいと。あれほど望みながら途中で亡くなった父が不憫で、ですから私はいつもこうして父と一緒にいるつもりで、晴れて仇討ちの日にはその戒名を抱いて一番やりをしたいと思っております。いつまでも長介の一子烏帽子のままでいたいのです。そして父と一緒に仇討ちを。私が長介を継いでは父がかわいそうです。お許しください。ご城代の気持ちはありがたく、しかしこれだけは。父よ、私も元服はしません。烏帽子一人が前髪立ちでは気の引けることがあるかも。ですから私もこのままで仇討ちに加わらせてください。松之丞様、何も言うな烏帽子。俺たちは古い友達じゃないか。待て、困ったな。松之丞には一方の大将を務めさせようと思っていたのだが、元服前の前髪者ではそれもなるまい。何を言われるご城代。ご城代のお言葉とも思われます。そんな形式ごとより、この烏帽子の信条、松之丞殿の友情、それとこれとは別でござる。何事にもけじめというものが大切。ご城代、こうしたらどうでしょう。松之丞殿にはやはり元服していただく。いや、それでは。まあまあ、元服はしていただくが、烏帽子のために前髪は剃らない。確かに変則です。変則ですが、
それこそ小野寺様のおっしゃる通り、そんな形式どっちだっていいじゃありませんか。明暗、お主はうまいものは料理ばかりでないの。あ、多めに預かって恐縮です。夕日なくから押し込みの招かい。いえいえ、そんなにな。行所行こうか。え、いや、案外盗っ人を捕らえてみれば我が子なりかな。この冗談を。手前はその、おお、接近探しておりました。おお、教授は接近を探すのに垣根を破るのかね。まあいい、俺が案内してやる。あ、いえいえ、あなた、もう侍さんにそないなことされましたな。もったいのって出るもんも出んしまへんがな。で、それな、関東の連れ正面とかしてな、俺を燃やしてた。さよ、痛い、バーマ。では、お願いいたします。して大江七から吉兼と名乗った。時に年16歳。博士な、え、こんな綺麗な着物着てどこへ行くの。遠いところ。どういうところ。兄上の。待っていられないのよ。兄上が留守の間に行かなくてはね。でもひょっとすると父上は待っていてくださるかも。でも父上は死んでしまわれたのでしょ。私たちは父上のところへ行くのよ。だから寂しくはないわ。そうでしょ、上。うん。そばへ参ります。水と末にはかわいそうですが、これ以上長らえてはエモ七の触りになるばかりでございますゆえ、どうかお許しください。バカな。母親の人たちを殺して私が父上に顔向けできると思いますか。同志の方にだって恥ずかしくて。そんなことはありません。お前を励ますために私たちは死んだのだと、そう言えばよいのです。ダメです。そんなことしたらお嬢代は私を除名してしまいます。それより見せるものがあります。
これは金を返して受け出してきたんです。お金はご城代にいただきました。いや、私がねだったわけで、まるで私の気持ちを見抜いたようにご城代はこれは江戸へ下る旅費だとおっしゃって、五両、五両も、まあ、約束してください。このようなことは二度とせぬと。母上やミスたちの面倒も見られなくて、何の武士、何の男でしょう。俺の父を一人前の男と思いながら、決して決してこのような真似は。わかりました。私が間違っていたかもしれません。これからはお前に相談しないで、このようなこと二度と。決して。ありがとうございます。それともここで脱ぐか。女、もし女だな。はい。あの証はどうしたんでしょう。女手形持ってないんでしょうな。それで男姿で。いやいや、あんなことでごまかそうと思うなんて甘すぎますよ。女手形と申しますと。おや、あんた方、女手形お持ちじゃない。普通の手形は持ってます。それはダメだ。この今切れの関者特別でね、今日の所司代様発行の女手形持ってなくちゃ、お大名のお姫様って通すこっちゃねえ。悪いこと言いませんや。で、必見して諸子大様の女手形いただいてくるんですね。もっとも御三家の極来衆だったらその藩の手形でも大丈夫なんですがね。失礼ですが、どちらの藩で。阿公です。阿公、あの浅野様の。母上、しっかりしなさい。母上、しかしご心配はいりませんよ。心配ないと申しました。手前のお関所のお役人がおる。蛇の道は蛇というやつ。はっきり言ってください。女手形なしで通り抜ける方があるのですか。おりゃありません。もちろん女手形なしでは関所はごまかせません。なるほど。つまりは慣れ合いで、いずれもこれですよ。いくらですかその手形は。さようで、通は1枚につき3分。なれと拝見するとまだ年のいかの妹子のようで、ここは2分におまけいたしましょう。3枚で1両2分ですな。でも七、ご主人お願い申す。これは本坊様、勝手にやっておるぞ。へえへえ、もうこれはもう、さあさあ。ところで例の商売だな、しばらくはいかんぞ。そうだ、柳沢様の厳重なお達しが来てな。おまけに新たに三州吉田の城主筆重盛様が石板として赴任していらして、これがきついきつい。何ですか。いいね、たった今も女三人連れの若い方。そんな、なんとかならんかご主人。申し訳ないんですが、そんな事情で。よくよくご運が悪いんですな。やはり今日まで取っ手返しかありませんが。そんな悠長なことはしておれぬな。どうだい、どこか裏道でも。ございませんな。あるとすれば海ですわ。洗いから舞坂まで一里もございましょうか。ところがあなた、これが何しよう潮の難所で、まあ、たとえ船が手に入りますと、土地の漁師でなければとてもとても。申しません、今日へお戻りなさいませ。損すると言っても日数だけ。命をなくすことを思えば安いもので。
もし宣告関所で。あっしは江戸本国町の八太郎ってケチな男なんですよ。だが船をお探しのようで、このあっしにお任せください。使える船を一層お世話いたしましょう。なんとあっしはね、この辺をしょっちゅう旅して歩いてるんでね、この辺じゃちょいと顔が引くんですよ。ですから船の一層やそこら、何もね、舞坂へ行くなんて必要でんですよ。ちょいとこの夜釣りに出るとかなんとか、いやそんなの貸してくれますわ。お主の望みは何だ。金なら無駄だ、持ってないぞ。いや分かってますよ。ただあっしは別にそんなんじゃないんですよ。別に何もあるしませんよ。あっしはね、半眼びいきって言いますかね、赤穂の大のお味方なんですよ。いやその様がお気の毒でお気の毒でたまらない。あの憎いキラ光介の首をご家来衆がいつおやりになるかと、そこだけが待ち遠しくってね。あっしはね、仲間内や赤穂やたって言われてるくらいなんですよ。江戸にはいるんですよ、こういう水橋なのが。自分で水橋だなんて言っちゃ世話ねえんだが。おやりになるんでしょう、いよいよ。知らん、私には関係ない。おやりになるんだな、やっぱり。足みてえな半端なもんにやるなんていうバカいねえや。で、旦那、やらせてくださいよ。私はもう、あっしゃね、どうつかしたら先導からしだって言われるくらいの腕なんですよ。で、心配いりませんよ。で、考えることはねえすよ、旦那。でも、エモ七、そんな素性も知れない男の言うことをどこまで信用してよいものか。母上、私は信じてみようと思います。その八太郎という男も同じ船で行くのです。見つかれば同罪です。今月末までに必ず江戸集合のことという固いお達し、今から京へ引き返しても女子大学校浪人風情に女手形をくれるものかどうか。分かり間違いは。分かりました。お前の言う通りです。いざという時は親子4人揃って死にましょう。母上、いいが、前坂の方へ手配するようによく言うんだぜ。ええ、前坂まで行っちまえばのっぴきだろう。その上叩きはいろいろさえずってくるな。柳沢様じきじきお手配の悪を言った。恩賜金はたっぷりだぜ。ええ旦那、アンズリより馬が安っちな、このことですよ。前坂はもうすぐですよ。妻、なんとお礼を申してよいか。本当にありがとうございます。なーに、そのほどこっちゃねえっすよ。八太郎殿、お手前の商売は。デーグですよ、デーグ。しがねえ叩きデーグですよ。そうですか。何するんですか。それは同胞で行きたい。何の推挙です。十手を預かる身が関所破りの手伝いをするとは。エモ七、罠でした。母上の申された通りです。おそらく前坂には役人が手ぐすね引いて待っているでしょう。どうするつもりです、エモ七。引き返します。荒井の浜には手配はないでしょう。それにあそこなら捕まっても関所破りにはなりません。でもそれでは江戸の集まりには遅れられません。わかりました。私たちは大阪に残りましょう。お前一人の足なら何としてでも期日までの江戸へ着けましょう。私たちは後から女手形をいただいて白川まで行きます。申し訳、謝るのは私の方です、エモ七。私たち
お前に甘いすぎました。同じ頃、野党右衛門七は再び大阪に取って返していた。母と妹を置いて単身江戸へ向かうためである。どこまでも薄幸なこの親子にとって救いはただ一つ、吉良上野介の見印である。では、本礼の意味でそれがしが一節。つわもんのまじわい、頼みあるなおのしえんかな。お年寄りはみな幸せそうだな。力様は楽しくないですか。いや、それは私だって。でもね、いよいよ今夜で最後かと思うと、いろいろね、いや、未練で言ってるわけじゃないんだ。私も同じです。お年寄りと違ってなんだかたくさんし残したことも。そうなんだ、それなんだよ。読みたい本もたくさんあったし、この世で出会うはずだった人もたくさんいるかもしれない。少し短すぎたかな。でも右衛門七、この太平の御代に侍らしく死ねるということは。そうですと、誰にもできることじゃない。結局幸せなのかもしれないな、私たちは。ええ、幸せですとも。前原の家はあまりにも吉良邸に近すぎて信じられない。おそらくは杉野十平自宅と堀部安兵衛道場に縦に分かれて集まり、最終的には安兵衛道場から出発したのではないかと思われる。天の屋利兵が命を懸けた武器打ち壊し道具などはここに運ばれていた。老士たちの服装は制服ではない。命令によって揃えたのは上着が黒小袖で白木綿の袖印をつけたこと、帯に鎖を巻き込むことだけであった。これは堀部安兵衛が高田の馬場の仇討ちの時、帯を切られて非常に動きにくかった経験から来たものである。老士たちは着物に香を焚き込む元禄武士の優雅なたしなみを見せた。槍の柄は屋内での働きに便利なように適宜その長さを修正した。その他各人が上野介を見つけた時の合図の小笛と血止めの薬を携帯したという。野党、お主も自制か。見せてくれんか。いえ、これは自制ではございません。ねえ、勝つな勝つな、自制にうまいもまずいもないぞ。そうそうそう。おお、これはテテゴの戒名だな、野党。これを兜の中に入れまして、父と共に討ち入りしていた。それでないと父があまりにかわいそうで。いやいや、すまぬことをしたな。立派な覚悟だ。長介殿もさぞ喜ばれることであろう。さら何も言うことはない。我らが年余の苦労全てこの一夜にかかっておる。何としてでも打たねばならん。それだけは忘れぬ。それぞれの部署は先に定めた通り常に三人一組、抜け駆けの一人働きは厳に禁じる。よいな。ああ、ではここから吉良邸までの者に織部康兵衛、大高玄武、神崎養老二名、
は晴れましたか。14日の月だ。明るいの。雪晴れて心にかなう明日かな。おお。させてもらう。決してうちには入らぬゆえ、大石殿のお許しを得てくれ。東組の棟梁は大石蔵之介、原宗右衛門と政九太夫が蔵之介を助けて中央司令部になり、以下屋内に切り込む組9人、出てくる敵を迎撃する組6人、門外への逃亡者を撃つ組が4人、故障1人、以上23人。裏門に向かう西組の棟梁は大石力、吉田忠左衛門、小野寺十内以下4人が後ろ盾として司令部を形成する。屋内に切り込む国9人、屋外迎撃組同じく9人、保証寺坂吉右衛門、以上24名であった。時に元禄15年12月15日虎の一転、すなわち今日の午前4時である。より軍勢を繰り出すとすれば、必ず両国橋を渡って裏門にかかり、この上杉勢と城内で戦っては町民に迷惑を及ぼすという配慮から、潔く屋敷内で戦おうとしたものだという。浅野匠の神が急進ども、大助の助殿の見しぐしは申し受け、秋殿の
本軍参戦のため隊の主戦を捕まった元禄15年12月15日仏業赤穂浪士軍の吉良邸討ち入りは決行された時に午前4時雪は晴れ高校たる14日の月が真昼のように邸内を照らしていた頑張ります。寺殿。行き止まりですね。追いかけてやめたんですな。抵抗が全く止んだのは7つ半過ぎ今日の仏業5時過ぎである戦闘は1時間余りで終わったわけだようやく空は知らんできたというのに敵吉良上野介の姿は見当たらなかった五条大屋敷内をくまなく探しましたが残念ながら裏の方にも東西いずれにも見当たりません五条代この上は屋敷を焼き払ってそれはならんまだ時はあるゆっくりと探せこれだけの手配りを外して吉良殿が逃れたとは思われん必ずおる五条代清水一角の姿が見えますよ一角が逃げ隠れするような武士ではござらん実地は九つ目の塚を守って逃げ止めたのだそれが向こうの狙いだ清水一角吉良殿の中におるわしがおると言ったら必ずおるよしもう一度探せどこへ
それに鍵もかかっているんだな。ギャンか、うわ、どうだった、どうだ、どうだ、いやダメだ、こっちも行き止まりだ。行き止まり、こっちの土はまだ柔らかい、掘りかけていたんだろうな。掘りかけ、土が柔らかい。風邪を、その穴の方向はどっちなんだ。それはどっちなんだ。こっちだ、富士山だ、来い。おい、その方向はどっちなんだ。そうだな、こっちの方向だ。いやだ、わしは死にたくない。何のためにお前たちをピッ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 、わしを逃がす。綱乗りは何をしているのだ。光助の助殿とお見受けつかまつる。この上は武士らしく潔くご切腹のほど。
状態。元は後半浅野家城代家老大石蔵之介、ご解釈つけます。仇討を果たした赤穂浪士たちは暴君の墓前に報告するため高輪泉岳寺に向かった。道順は永代橋から鉄砲と日比谷金杉橋を過ぎて島内、これは当15日が諸大名の途上日に当たっていたため、その混乱を避けて裏通りを行ったためである。殿、これでどうやら殿に顔向けができました。あとは公儀の出方を見るだけ。私殿が引き継いだ殿の志を公儀がこのように受け止めるか、それを見定めましたら即刻。蔵之介、その日を楽しみにしております。便所か。はい、この1年半余り本を読む暇はありませんでしたので、閻魔様に笑われるのも嫌ですからね。嫌なこと言うやつだな。そんなこと言えば俺なんかどうなる。剣もできず学問もない。それこそ閻魔大王の前で穴でも掘って潜らねばならん。いや、本も良いかな。この世の名残に梅見などどうだ。さっきお庭を歩いていたら白梅が何とも言えず綺麗に咲いていた。さあ、行こう。
ないな。しかしな、ヨムシキ、この木の中でも特にあの木は素晴らしい。紫のこれは父が江戸財布の握り、母への土産に買ってまいりました古代紫のしごきでございます。マルシさんのために母への土産はこれだけだったと、いつも亡き父がすまなかっておりました。お宮様からいただいたもの、命の次に大切にしておりましたもの、今まで金輪際一手にかけず触っただけでも怒るほどだったのに、朝の匠に直使ご馳走の御用を仰せつけおかれ、その上自節柄殿中をはばからず所属の仕方につきお仕置きに仰せつけられ、平光助義お構いなく差し置かれ候ところ主人の仇を奉じ候と申し立て、匠家来四十六人徒党をいたし光助宅へ押し込み、飛び道具など持参、光助を打ち候始末、抗議を恐れず候断重々不届きに候、これによって切腹を申し作るものなり。すべよく切腹申しつけられ候こと、ありがたき幸せに存じまする。大石殿、これはそれがし一存で話しおくが、平多少へこと、この度の真不合とあって領地召し上げの上諏訪公へお預けと決まり申した。天下良成敗でござりますな。さよう、今度は間違いなくな。大石蔵之助殿、ご城代、それがしどもの姿だったから、ご城代、一足先に殿にお目にかかる。殿と一緒に待っておるぞ。ご城代、ご城代、ご城代、
につかまつります。お手をわざわせます。蔵之介をはじめとする赤穂浪士たちの仇討ちの目的は単に平光介之助の首をはねることではなかった。武家諸法度、すなわち当時の法律に定められた喧嘩両成敗の定めを自ら踏みにじった抗議への抵抗であった。つまり法を守らせる立場にある者自身の不法、いわば政治悪に対する果敢な抵抗であった。そして彼らは勝った。